身長ビヨーン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること発信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは身長先生に聞けのもう13番目ですね。超人気シリーズになります。皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。ピックアップしながらですね、答えていきますのでよろしくお願いします。本日はですね、10個以上ね、質問にどんどん答えていきますので、ね、ぜひ最後まで身長伸ばしたい方は見てください。さて、本日1つ目の内容です。今日のね、もういきなり1番目にしてもう超一番面白いかもしれない。T さんですね、先日他の YouTuber の人の動画を見ていて、女王蜂が食べるロイヤルゼリーを食べれば身長が伸びると言ってました。ロイヤルゼリーは人間の身長の増加と関係ありますかってことなんですけども、これ実はですね、私こういう風に皆さんからご指摘いただくまで、ロイヤルゼリーがそういうような物質、検討に上がってくる物質だってことを知りませんでした。その成分について、今回検討してみました。で、成分に関して言うと、ロイヤルゼリーはですね、アミノ酸とかタンパク質とかビタミンの B 群が豊富に含まれているってことで、確かにですね、タンパク質やアミノ酸は成長にですね、非常にいいというふうに言われてますので、そういった意味だと十分検討されるような内容になってくるのが一つ分かります。と、さらにですね、疲労回復にもいいということで、睡眠の質だったりだとか、疲労がしっかり回復すれば運動にもつながりますし、そういった意味でですね、プラスに働く点もあるのかなというふうに考えます。ただしなんですけど、今回そのロイヤルゼリーの論点、最もですね、お話しすべき内容はデセン酸なんですね。デセン酸ってね、聞いたことありますか？デセン酸というのは脂肪酸の一種に分類されていて、基本的にロイヤルゼリーのみに含まれる貴重な栄養成分だそうです。ポイントとしては女性ホルモン、エストロゲンと似た働きがあり、様々な健康効果が期待されているってことなんですね。で、内容としてはイメージ的に言うとですね、全く同じ議論ですね、大豆のイソフラボンでも同じことをね、お話しするんですけども、大豆によって身長が伸びるという人もいればですね、大豆によって身長が伸びなくなるというふうに言う方もいますので、それをですね、同じようにしてこういうようなロイヤルゼリーも当てはめることができます。具体的に言うとなんですけども、ロイヤルゼリーのこういう、例えばですね、デセン酸が女性ホルモンとして働いて、女性ホルモンは骨端性を閉じる働きがありますので、同様にしてですけども、デセン酸が骨端性を閉じる働きがあれば最終身長を低くするというふうに考えられます。一方でなんですけども、超短期的に見た、例えばですけど3ヶ月か6ヶ月スパンで見た場合は、女性ホルモンですね、一気にスパートを引き起こすので、そういった意味だと成長で一瞬ですけども促してしまうので、短期データがあるとしたら、もしかしたら身長伸ばすというような表現になってまいりますので、そういったのも注意が必要になります。つまりなんですけども、結論から言うと分からないというような形になりますので、またですね、ちょっと私の方でいろいろと論文とか検索していって、続報をですね、今後お伝えしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあここからですね、またどんどんいきますよ。 K さんですね、マシュマロを食べる背が伸びるって本当ですかって、さすがにこれはって感じだと思うんですけど、マシュマロで身長が伸びるって何かそういうなんか雑誌か何か、もしあったらぜひ、教えてください。はい、次 N さん、足を揃えて立つと7センチぐらい膝の間が空いている O 脚なんですが、完全に直すと何センチ伸びるでしょうか。どうですかね、計算もできますけども、だいたい2センチぐらいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、次 P さん、家で骨端線が空いているか、大体の予測でいい、調べる方法ないですか。成長痛はまだまだ来ているけどってことで、とりあえずまだ伸びる可能性がある、安心感を得たい。結局骨端線が空いているかどうかを調べる方法は、正直言って、レントゲン取るしかないかなとはし、エコーでも見れなくはないけど、単純に言うと、いつもね、お伝えしてたのなんだけども、まだ伸びるかどうかのね、検討したいだけであれば、単純にこの1年間で、1センチ以上身長が伸びてるのであれば、身長はね、まだ伸びてるんじゃないでしょうかね。はい、次ですね。これ、M さんでいいのかな？僕は高校1年生の男子です。父が171で、母は160です。自分が166です。縄跳びを始めているのですが、骨に刺激が来て、背が伸びますかねってことなんですけど、縄跳びは身長を伸ばすのにいいかっていう質問ですね。めちゃくちゃ伸びるというふうにお伝えするのは難しいかなと思うんですけども、やっていただいてもいいんじゃないでしょうかね。はい、次 K さんですね、身長先生に聞きたいのですが、今僕は2時くらい寝てるのですが、今日から10時くらい寝ればまだ身長伸びますか、採用お願いしますってことなんですけど、まずね、こう情報が少なくてちょっと分かんない、何歳なんでしょうかってところなんですけども、少なくともですね、まだ伸びるというふうに思ってもいいんじゃないでしょうかね。別に2時に寝ても身長伸びますよ。ただ10時に寝た方が睡眠時間ね、長くなるし、睡眠の質まで向上することから、身長にとってはプラスに働くのではないでしょうか。次 W さんですね、スマホや PC は1日何時間使用していいですか。これも難しい質問です。もうちょっとちゃんとしたデータを調べれば答えが出ると思うんですけど、ちょっとね、今回調べきれてはないんですけども、何時間使用するかよりも大事なポイントとしては、寝る前にブルーライトを浴びてしまうと、光でこう目が覚めてしまって、睡眠の質がね、落ちてしまうので、寝る、どうですかね、2時間ぐらい前までやめていただくとね、いいんじゃないでしょうか。ただ、日中もね、ずっとパソコンばっかやってるんじゃなくて、やっぱ運動したりだとかね、元気にやってください。はい、次です。M さん、体温と身長伸び、いや、成長
ホルモンの分泌に関係はありますかってことですね。ちょっとね、今のところね、こう何とも言えない。ただし一般的にその言われることとしては、まあベルクマンの法則ってやつよね、多少やっぱりまあ関係はあるんじゃないでしょうか。それがちょっと具体的にどういうふうにね論理立てて関係あるかって今ちょっと説明するのは難しいんですけども、気温によって身長が統計的に見ると変わるというのは一般的な見解だと思います。はい、次 S さんですね。腰の下から2番目と3番目が腰椎分離症です。これは身長に影響が出ますか、先生の意見が聞けて嬉しいです。まあ分離症だけで身長が低くなったりだとか、そういったの心配ないのではないでしょうか。ただね、分離症の治療はしっかりしていただいた方がいいんじゃないでしょうか。はい、 T さん、部活引退してから身長がまた伸び出した先輩とかいるんですけど、なんでですか。難しいね。単純にまだ伸びしろがあっただけだと思うけど、この内容は部活やってる時一回伸びなくなって、部活やった後に伸びるようになったのかな。説明しうる何かがあるとすればですけども、例えばスポーツしてる時ってのはこう栄養が少しね出る量が多くなるので、まあ、そういった栄養バランスがもしかしたらこう崩れてたのかもしれないですね。まあ、入ってくる量と出てくる量のバランスが少し悪かったのかもしれないです。すごく関係があるかどうかはちょっとまあ謎なんですけども、例えばですけど鉄とかは結構かなり変動性が強い値だなというのはね、私もねいろいろ診療してる中で感じますね。もしかしたらそういった特定の栄養素何かが欠乏してたとか、そういったような可能性はゼロじゃないと思います。高2男子です。 M さん、この前病院に行くと貧血気味というお話で血液検査すると鉄とビタミンが少ないと言われたんですが、これは身長のみに影響があるでしょうか。これも、ね、今の質問と同じですね。鉄を摂取したからといって身長が伸びるというデータはおそらくないと思う。まあ、ただ少なくとも今僕の頭の中では特定の論文は思いつきません。同様にして、まあ、ビタミンも同じですね。ビタミンだけで身長伸びるっていうことはないと思う。ただし栄養の改善によって身長が伸びるっていうことは、まあ、歴史的背景ですね。まあ、この70年間で日本人であればですね、男性平均身長が10センチで伸びたことを考えれば、栄養状態の改善は間違いなくですね、まあ、身長にとって何かしらプラスに働くと思いますので、ある程度ですね、まあ、補充してあげた方が私はいいというふうに考えています。はい、次 B さんですね。自分は高校2年生で今172センチですってことで、17歳ぐらいってことかな、おそらくね。180ぐらいを目指してるんですが、まだ身長伸びますか、伸ばすためにいいことなどアドバイスもお願いします、返信お願いしますってことなんですけども、17歳ぐらい、まあ、例えば16歳からですね、平均的に身長はですね、大体まあ 1.5 センチ程度最終身長まで伸びるというふうに言われてますので、そういった意味だと、まあ、今の身長からですね、まあ、1センチ程度伸びるのがいわゆる平均的な身長伸びのペースになってまいりますので、172足す1は173程度になります。ちょっと180はちょっとこのままだとなかなか難しいかもしれないですね。まだ身長伸びますかってことで、まあ、まだ身長伸びるんじゃないでしょうかね。もちろんレントゲンや採血をすることによってはそこら辺はね明確に判断することができます。伸ばすためにするといいこと何かありますかってことなんだけど、まあ、それはねもう本当にたくさんいっぱいこの身長先生のチャンネルでね配信してますので、ぜひね過去の動画ね一個一個見てってください。次ですね、 P さんですね。4個目失礼します。手の大きさがすごく大きいです。手首から線からですね指先までで22センチあり、足の大きさ28センチ程度と確か大きいですね。手や足の大きさある程度身長に関係あると思うんですが、180センチに到達することは可能でしょうか。ちなみに14歳8ヶ月で177センチですっていうことなんですけども、身長と手や足の大きさっていうのはある程度統計学的に見た時には少しね相関関係がおそらく示唆されてくるんだけども、完全それだけで身長判断するっていうのは適切じゃないかなと思う。ただ、まあ、今回に関してはデータとしては14歳8ヶ月になってくるので177センチってことなので、まあ、単純計算でいくと181ぐらいのペースになってくるかな。180センチで十分到達できる可能性はあると思いますので、ぜひですね一緒に頑張って伸ばしていきましょう。身長ビヨン。はい、次ですね。なんとですね、チャンネル登録者数1万人以上のですね、超有名 YouTuber さんから質問いただきました。質問です。体の柔軟性は身長に影響しますか？体が柔らかい子供は身長が伸びやすい、伸びにくいなどありますか？よろしくお願いしますということなんですけども、これに関してもですね、明確なデータが存在しているということはないと思います。なので、まあ、極端にですね、体硬いことを危惧したりだとかする必要はないと思います。ただし、まあ、健康面で見たときに、ある程度ね、柔軟性がある方が一般的にいいですので、柔軟ね、ある程度していただいたらいいかなと思いますし、あとはまあね、こうちょっとこうまあ物理的な考えになってくるけども、まあ、単純に柔らかいものと硬いものどっちをね伸ばす方が簡単かって、柔らかい方伸ばす方が簡単ですので、まあ、そういった物理的側面を考えてもわずかな可能性まで言及するのであれば、そういったストレッチっていうのもまあやっていただいていいんじゃないでしょうか。まあ少なくともね運動としては悪いことではないですので、ぜひやってください。今日はねこんな感じですね、たくさん質問に答えていきましたが、いかがだったでしょうか。今後も身長に関すること配信していきたいと思います。身長の話し方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。